で頭にちょうどチューした状態でスナイパーってこと？え、これを毒に運べて、どうか運べて、あの矢印書いてある、百ヤードの中に入れる、どこで場所、あっベータ追ってくるよ、持ち上げてやめて、ベータ追ってくる、あ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 そこか、ここのあたんどこ教えてくれてもいいんだよ、え、いや通り過ぎたよ、え、降りすぎた、どこまで追ってくんだよ、もう投稿してるって僕本当に端っこ行くぞ、もうやだやめてくれ、疲れた、いけないよ、あ優しく優しく入れてみ、滑り台に、そうだ、ね、置くようにね、置くように、違う、優しく、いやいや全然優しく入れない、ゲージターが行きそう、押せ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 、おこう、お、いけ、いけ、行くかな、お、行かないんですもうちょっと合わせ、もうちょっともうちょっとしてみますか、あ、おめぇー、おめぇー、ちょっと待って、予想外すぎて俺びっくりしてマウス飛んでった、やばい、マウス飛んでったって何、トラゾーはどういう楽しみ方したいのそれちょっとすごいってこれ、新しい発見だよねぇ、この右ルートは右ルート、あーっまた忘れてた、完全にアウトオブマインド、クルナさん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 の好きなコンビニは何ですか、ちょっとドアなんで開かないの、ね、俺を人間と思っていない、これね、この自動ドア俺を人間だと思ってくれなかった、ペインよっしゃあ、待って、今度は俺が出れなかった、いやもうクルナさん人間じゃないですよ、まずだって猫だもん、猫じゃダメか、今ペイントさんが弾投げるときにペイって言ったのすごい好きなんだけどそれペイントの掛け声よ、それペイって言うの好きなんだけど、ね、恥ずかしいからやめてくれないですよ、ペイントくん電車ごっこしようよ、電車ごっこ、何それ電車ごっこ、いやペイントくんもうここに来てよ、はいはいはい、でペイントくんが先頭車両でシュッシュッと、で私ポーシュッシュポッポシュッシュポッポシュッシュ、あっ、待って待って、シュッ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 シじゃあ、新谷さんどうぞ、上の方に、あれちょっと待って、なんでこんなことない、ちょっと待って、一回トロノさん持って、はいはい、じゃあ私の番でね、はい、じゃあ行くぞ、始まったぞ、はい、あー、残念、じゃあ僕持つか、タイミングがね、やっぱね、ねえ、もういい、じゃあトロノさんやってて、ね、トロノさんが待って、投げて、あれなんでバレてんの、わかるよ、お前のことなんかお見通しさ、今度俺がやる、また誰が操作したん今これ、私、あ、トロノか、ちょっと待って、何それ、ほん、あれペイトくん黙れ、見てろ、一発やるってやる、一発じゃない、もう二発目だ、すいません、はっ、ちょっと待って、猫逃げた、猫逃げたぞ、閉めて閉めて、どうぞ閉めて、ちょっと待って、ちょっと話してあげたいんだけど、お、あ、やった、ちょっと待って、いや、なんで俺浮いてんの、ね、おかしい、痛い、ちゃんくんありがとう、本当にめちゃくちゃ感謝してる、はい、はい、いや、感謝して感謝して感謝してんなら襲うな、感謝してるでしょ、違う違う、襲わない襲わない、しやくん、お礼と言ってはなんだけど、これあげようかなって思って、それ、あの、襲う、それ襲う、それ襲う、待って、ねっぺいつさん、いや、違う違う違う、イエーイ、早くやれー、マジ、お客さん、お客さん、こっち来んな、あ、食べんな、あー、あ、その程度かよ、プロはよー、くそ、かつくちょっと待って、俺たちはいつプロになったんだ、あ、いいんだ、もうバッチリやで、ほら、ほら、ここに秘密基地作ったよ、一緒に遊ぼうぜ、いいよ、うん、いや、すごいよ、ここ面白いよ、あ、ほんとだ、ペイトくん、ペイトくん、この秘密基地に椅子持ってこないでくる、いやいや、やっぱ必要かなった、秘密基地に椅子、え、ちょ、好きな人とかいんの、え、いるいる、あ、いる、ほんとに、 Z 組の田中、え、絶対ごめんね、田中、うん、マジ、え、でも田中さんなんか言ってたんだけど、椅子嫌いだってよ、あいつ、マジ、うん、あいつ椅子嫌いだって、じゃあ俺 Z 組の田中嫌いだわ、はははは、はいはい、やめて、殴ったら、殴ったらめっちゃ跳ねるから、ねえ、ちょっと離せ、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 一緒だよ、ずっと、やだ、やだ、ちょっとマジ、ほんと、ほんと、うわぁ、なんでだ
っていうさ、あのなんか犬くるみたいなマシンあるじゃん。あアイボね。アイボ？なんだっけ名前あれ。ウィル、ウィル。ウィル？スミス。そのウィルも。え？お前24万したぞあれ。そういうキャンペーンじゃないんだよねこれ。え、ウィルキャンペーンじゃないの？ウィルキャンペーンじゃない。あ、待って待って待って、じゃあほっぺにチューしてありますか。いらなすぎ。一番いらん。ベン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 、早く出してくれ俺を、早く、ここは怖い、やめてくれ。え、すごい。え、落ち着いたか。お前仲間たちの飯入れとかなかったんだな、チェストに。ああ、新鮮な空気を。仲間たちは新鮮な空気が食えたわけ。僕の肺の空気を吹き込んどきました。うわ、全然新鮮じゃねえ。まあ、後で伝えといてやる。ちなみに8番からの伝言だ。はい。お前たちのために俺の肺の中に入っていた新鮮な空気を箱の中に詰めといてよ。だ、そうだ、よかったな、喜んでくれるって言ってたぞ。ちょっと8番に嫌いって伝えといてください。あ、わかった。え、でも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 好き、ね、お別れの手紙とか書いた方がいいかな、あいつに。6番に何か伝えたいことがあったらそこに書いといて、ここの中に入れといてくれ。6番。はい。出てこい。はい。体調はどうだ。うーん、今んとこ大丈夫そうですね。そうか。例えば1番に入ったことあるか。いや、初めてじゃないですかね、僕。この独房1案だわ。はい。8番が確か、使っていた独房だな。本当だ、8番の香りがする。何かあったらすぐに呼んでくれ、はい、あ、8番にかっこいいねって伝えててください。あ、わかった。まあお前たちと同じ牢屋に入ることはもうないからな、どちらにせよ。最後のこの面会っていう、俺の手紙読んでくれたか。今から読もうと思って。そういう時間ですか。読んでみろ。あ、はい。タイトルは HKPR、 ハイパーキネティックポジションリバーサーのことですね。わかるかよ。あんた覚悟しとけ、今にお前を吊るして沈めてやるよ。海に抵抗はするな、するなよ。意味が、あれ、あ、縦読みだこれ。縦読みで愛してす。おい、愛してすってなんだ。ごめん、失敗してんじゃねえか。普通に間違った。ごめん、普通に愛してるにするつもりが。なんでよ、お前ほんと最悪。俺ほんとにミスったの。これこれちょっとほんと恥ずかしいやつだ。ごめん、熱っ。もうほんとごめん。ということです。